待たせ。ちゃんと来てくれたんだね。ありがとう。と、あのね、あなたのことを呼んだのは他でもなくて、その、ちょっと渡したいものがあったから。何って、それはねえ、あれよ、あれ、ほら、今日って何日だった？2月の14日だよね。ここまで言えば想像はつくんじゃない？ねえ、ちょっと、なんで黙ったままなのよ。本当はもう分かってるんでしょ？そうだけど、いざあなたを目の前にして言うとなったら恥ずかしいじゃない。だから、もういいわよ、ちゃんと言うから。チョコ作ってきたから、受け取ってください。ちゃんと言ったよ。え、義理なわけないでしょ。手作りって言ったじゃない。本命よ本命、すっごく気合い入れて作ったんだから。何も言えなくなっちゃうんだから。人を恥ずかしがらせて喜ぶなんて本当意地悪なんだから。はい、受け取って。素直にありがとう言えるじゃない。私こそありがとう。心を込めて作ったから喜んでもらえて嬉しい。味わって食べてね、私の甘い甘いチョコレート。ハピネス2リラックス2020年4月24日発売です。